というわけでね、よろしくお願いいたします。行きましょうか。喉の調子も整えて、よろしくお願いいたします。うん、はい。私たちは本本日は私たちからですかね。ちょっと逆テレポしちゃった感じかな。本日は私たちチョロゴンズのためにこのような式典を挙げていただき、誠に以下同文。そして今日私たちはお金の無駄遣いを卒業します。歩く場所、歩く場所、身近にあるコンビニにより新作のお菓子を買い漁る、そんな生活から私は卒業します。爽やか、爽やかだよ。ということで本日は本当にありがとうございました。卒業後も本当だってことはもうちょっと卒業しよう。お金の無駄遣い、うん、そう、それは人間が持つ三大欲求の一つ、食欲、無欲。そして自分で欲求を出したにもかかわらず、なんか皆さん無欲、無欲だか。その三つの欲にはやはりお金がかかります。かかるかな。夢を見るのにもお金がかかります。急にどうしたの。でも私はこれから自分の力で夢を掴んでいきたい、欲求を目指していきたい。やった皆さん。終了。さようなら。締めて締めて。卒業します。これからもご指導ご鞭撻、うん、よろしくお願いします。素晴らしい。卒業しましたね。卒業した。そう、卒業。よくそんな爽やかに言います。爽やか。卒業いたしましたね。ということでやりづらいわ。それがやりづらいわ。じゃあいただきます。ラストの卒業式、うん、はい、お願いします。今日私たちはもうそういうスタイルね。そもそういうスタイルね。手袋が手袋から散らかった部屋から卒業します。私の部屋はちょっと薄い感じの本がたくさんあります。告白から、告白からね。まずは暴露。まあちょっと地元からね上京してきてしばらく経ちますが、真っ先に段ボールに詰めたのはあの本でした。捨てられなくて、売ったら高くなるかなって思ったけどやっぱりダメで、思い出もいっぱいあって好きな作家さんとかもいるし、その一つ一つに夢が詰まってるからか、みんなも読んでほしいっていうか、実はみんな好きなんだろ。言えよ。みんななんかクワちゃんまた言うとるなみたいに思ってるかもしれんけど、みんな好きなんやろ、読みたいやろ。急に何か最初の拡散でええやで。急に関西。だからみんなもっと好きなもんに手出していこうや。明るい未来を作っていこうや。誰誰戻したの。ついてこいや。私についてこいや。ということで本日は本当にありがとうございました。卒業後もみんなで楽しく過ごしましょうね。いい話だった。いい話だった。みんな好きなものはね、すごい今状況の風景とかも浮かんできた。浮かんでほしくないね。ダンボールに先にこう詰めてね、下の方にしとかないと。うん、いい話だった。もう読み、もう読みよ。はい、というわけで、チョロゴンズ卒業式のコーナーでした。コメント、評価、チャンネル登録もよかったらお願いします。